こんにちは、アンビです。今回はとにかく忙しいとか時間がないとか仕事が山積みになっている、まあ、こういう人に向けてお送りをしています。でまずは整理整頓しましょうという話です。まあ、僕の状況なんですけども、小中学校の教員として4年間ね勤めていました。で、まあ、教員ってやっぱり、まあ、ニュースでも取り上げられているように、まあ、実際いろいろ業務量が多かったりして、まあ、残業をね、まあ、しているというね、まあ、人がかなり多くいます。僕自身も1年目っていうのは、まあ、21時頃まで残業していました。まあ、2年目とかもね、まあ、ちょっとそこそこ、まあ、残業してたこともあるんですけども、まあ、4年目になった時には17時台には帰ることができていました。このね、まあ、17時台に帰るっていうことをするためには、まあ、やっぱ学校現場とかね、残業とか業務量が多い場合だと、まあ、工夫がね必要になってきます。じゃあ、僕がじゃあ1年目とかに比べて、まあ、どこをどう変えたのかっていうと、整理整頓なんですね。なんで、まあ、今回はこの整理整頓をしていくということについてお話をしていこうと思います。やっぱり整理整頓ができていないと、毎回毎回ね、仕事をやるたびに、一回一回探し物をするってことが出てきます。また、全体の仕事量が、まあ、いろいろね、まあ、資料が山積みになったりね、物が散乱していると、まあ、把握できなかったりもします。整理整頓をするってことで、やっぱりこの探し物が減ったりとかね、あと、ま、仕事を把握するっていう意味でも大事になっていきます。具体的にどのようにね、整理整頓していったかっていうと、紙とか書類に関して言うと、まずいらない紙とか書類ってね、まあ、たくさんあるわけなんですね。まあ、アンケートが回ってきたりとかね、まあ、いろいろとりあえずチラシが置いてあったりとかね、いろんな紙が置いてあるわけなんですね。で、まあ、その中で、まあ、自分が使うものと使わないものがあって、まあ、自分にとって使わない紙とか書類っていうのは、すぐに捨てるっていうのは大事になっていきます。で、また一部ね、例えばね、何月何日の何時からこれがありますみたいなね、まあ、そういう風だったりとか、この時間にはあるものが必要ですみたいなね、まあ、そういう一部の情報は必要だけど、この紙一枚としてはいらないみたいなね、まあ、そういったね、書類とか紙もあると思います。で、そういったものに関しては、もう日時とか、まあ、その必要なね、持ち物とか、そういう情報だけ、まあ、手帳とかにメモをして、で、その紙自体は捨てるっていうのがおすすめだと思います。三つ目、まあ、実際に、まあ、これ使うなって、まあ、この書類とかは使うやつだなって思ったら、まあ、それはファイリングをするっていうのが大事だと思います。今、まあ、ファイリングに関してね、まあ、例えば学校の先生でこれ見ている方だったら、まあ、僕の場合ね、まあ、これ正解とかじゃないんですけど、まあ、学校全体の関係の、まあ、ファイルっていうのを2枚1個作って、あと、学年としてのなんか仕事とか、そういうものの、まあ、ファイルっていうのをですね、あと、まあ、自分のクラスに関わることっていう書類、あと、まあ、公文書ですね。自分の、まあ、学校としての、まあ、担当している公文書の仕事の、まあ、書類。あと、まあ、研修かな ?5 種類くらい分けていました。次、物ですね。物の場合は、使うもの、使わないもの、たくさんありますよね。まあ、机の上だったり、引き出しだったりありますよね。やっぱりこの中で、捨てたくないけど、とりあえず今使ってないものであるじゃないですか。使う予定のないものですね。今後使う予定のないものとか、今後ね、いつ使うかよくわからないものっていうのは、まあ、処分をしたらね、一旦売った方がいいかなというふうに思います。そういうのもやっぱり、まあ、使うか使わないかわからないものを置いてあった時に、結構そこでまあ、スペースを取ったりね、そのまあ、探し物をするときに、本当に必要なものが見つからにくかったりするんですね。なので、まあ、使う予定ないものっていうのは、まあ、これ今年使わないんじゃないかなとか、これいつ使うんだろうなって思ったものは、すぐに、ま、処分したり、売ったりするのがいいと思います。使うものっていうのは、やっぱり、ま、定位置を決めるっていうのが大事ですね。まあ、例えば、まあ、文房具とかであったら、ま、僕の場合ね、もう一番上の引き出しに入れておきます。で、まあ、書類ですね。まあ、先ほど言った、ま、ファイルとかっていうのは、もうその一番下の引き出しに入れていました。で、まあ、その他のね、まあ、文房具でもないし、筆記用具でもないな、みたいなものは真ん中の引き出しに入れてあり。をしていました。こういうふうにね、まあ、自分なりに、まあ、定位置、まあ、場所を決めておくことによって、すぐにね、欲しい時に探せたりしますので、まあ、これすごくおすすめだと思います。ポイントとしては、基本的に机の上は何も置かないっていうのがいいと思います。何も置かないっていうふうに一回掃除をしても、おそらくね、多分いろいろね、また仕事が始まっていくと、まあ、いろんなね、書類が送られたりね、アンケートが来たりとか、チラシが送られたりとか、いろいろすると思いますので、まあそういったものね、そういうまあものが来たらすぐに捨てるとかね、すぐに元にあったところに戻すとか、まあこういうことをもう常に今維持をする、キープをするっていうのが大事だと思います。もちろんね、すぐにやっていくんですけども、まあ一日の最後とかね、帰るときとかに、ちゃんと机の上何もないかとかね、ちゃんと定位置に戻ってるか、まあこれを1分とか30秒で終わると思うんで、まあ、確認をするっていうのは大事だと思います。はい、では今日の動画のまとめをします。今回はとにかく忙しいとか時間がないとか仕事が山積みになっている、まあ、こういった人に向けてね、まずは整理整頓しましょうという話をしました。で、具体的には例えば紙とか書類であれば、まあ、いらない書類とか紙は捨てること、そしてまあ日時とかね、一部の情報がいるものっていうのは、まあ、手帳にメモをしたりとかをして捨てるっていうことですね。また使う資料とかっていうのはもうファイルごとにまとめて、まあちゃんとファイリングをする。まあこの3つが大事だというふうに思います。
また物の場合はもう使っていないもの、いつ使うかわからないものっていうのは処分をしたりね、売ったりするっていうのが大事だと思います。で、まあ使うものっていうのだけ、まあ定位置ですね、まあ、引き出しに場所を決めたりとかね、まあ、置き場をしっかり決めるっていうのが大事だと思います。まあ、僕の場合だと文房具が一番上の引き出しで、書類が一番下の引き出しで、その他のものっていうのは真ん中の引き出しに入れていました。まあ、このようにね、まあ、場所を決めておくと、まあ、いざという時に使おうと思った時にすぐに探し出したりね、すぐにアクセスできますので、まあ、これでぜひでもやってほしいなというふうに思います。で、まあ、ポイントとしてはね、基本的には机に、ね、何も置かない方がいいかなというふうに僕は思っています。で、まあ、すぐに捨てるとかすぐに元に戻す、まあ、この辺りが大事になっていきます。そして、まあ、なるべくね、すぐにやるんですけども、1日の最後に最終確認として、まあ、30秒なり1分取って、あ、机の上何もないなとか、ね、定位置に戻っているなっていうのを確認するっていくっていうのが大事だと思います。で、今回の動画は以上なんですけども、まあ、このチャンネルでは、まあ、忙殺をしていたね、まあ、かつての教員者の自分であったりとか、やりたいことが見つからなかった時の自分だったり、また仕事もお金もなくね、絶望していた自分っていうのがいました。こうやってかつての自分が喜ぶ動画っていうのをね、コンセプトにして動画を作っていますので、まあ、こういった動画いいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の動画はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。